僕の名前は道マシン、職業は小説家。半年前から得体の知れない5人の女と一つ屋根の下で暮らしている。みんなは子供の頃さ、ペットにどんな名前つけてたの？あ、そういうのは聞かないルールでしょ。すいません。女たちは半年前に突然やってきて、なぜか毎月100万円もの家賃を僕に渡す。彼女たちが何者なのか、目的は何なのか、僕には何もわからない。一つだけわかっているのは、女たちが何者かから届いた招待状を受け取ってこの家に集まったということ。この女たちによって僕の人生は大きく動いていく。道間達之、あなたのお父様ですよね。おい、死んだら本人じゃらじゃない。道間真の名前は近いうちに必ず世間に知れ渡ります。誰なの招待状の送り主？もちろんミッチーの知ってる人間だよ。誰なの？